で、これ最終的にはね、このコルベットのね、純正のステアリングをちょっとかっこよくしたいなっていうのもありまして、で、やってみたいこといろいろね、これでやってみたいかなと思います。Thank you.
く完成いたしました。もうちょっとね、失敗したところはいっぱいあるんですけれども、まあ、とりあえずね、今回これは練習ということで、とりあえず完成させるということが目標でやりました。あちこちね、至らぬところはあるんですけれども、まあ、とりあえず完成しました。はい、ということで、今回はスズキの純正ステアリング、ここ日産って書いてますけどね、まあ、これスズキのステアリングなんですけど、カスタムということで、動画がすごく長くなってしまいましてね、またできるだけ短く編集して、投稿したいかなと思います。ということで、最後まで見ていただいた方ありがとうございます。また続きをね、やっていきますので、ぜひとも、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは。